何や人生終わった。はい、じゃあ、さあ皆さんこんにちは。はい、先生皆さん、僕一人スタートということで、本日もアニートーキリをしていきます。本日は僕一人スタートで、じゃないよね、いつも僕一人スタートだもんね、いつもアニにドキリをするもんね、ってことで本日もアニにドキリをしていきます。ってことで本日の企画、弟がドキリの水を飲んで口から血を吐いたらアニはどうしてるか。口から血を吐く、これは怖い。皆さん、人が毒を飲んじゃうと大体口から血を吐くじゃないですか。まあ何の根拠もないんですけど、ただ僕は映画でね、見たシーンでございます。コーヒーを飲んでる時に毒を盛られてたみたいで、飲んだ瞬間口から血を吐いたんですよ。いやこれ面白いな。これをちょっと僕が再現して兄に仕掛けてみたいなと思って、本日実行します。じゃじゃーん、血でございます。いやお前どんだけこれ好きなんだよって思ったよね。ワイヤレスミニスピーカーの次に好きです。はい、今兄がねコンビニまで行ってるんですけど、あいつが帰ってきたらちょっとね撮影の打ち合わせをするんですよ。で打ち合わせが終わった後に僕はお風呂に入ります。でいつもより僕は少し長めにお風呂に入るわけなんですよ。で人ってさ、長くお風呂に入るとどうなる？喉が渇くよね。そこで僕は兄にこのように伝えます。エムレー、ちょっと喉乾いたから水持ってきてくんね。で兄が僕に水を入れて持ってくるじゃないですか。僕はそれを飲みます。でグラスを返した後に僕の様子がおかしくなるわけなんですよ。あ、エムレ、やばい、と僕は血を吐いていきます。それでは皆さん、弟が毒入りの水を飲んで口から血を吐いたら兄はどんな反応するのか、皆さんと一緒に見ていきましょう。遅い、何やってんだあいつ、あいつ何やってんだ。10分コンビニ行ってくるって言って出てったんですけど、30分経ちました。マジ何やってんの。ちょっと電話しますわ。ちょっとさすがに遅すぎる。ちょっと待って。もしもーし。遅くね、お前何やってんの。いやお前30分もコンビニ行くやついねえだろお前。何、どうしたの。どうしたのじゃない、普通に心配したわ。ちょっとグラグラしながらコンビニ行っただけ。いや散歩してる場合よお前、まだ撮影すんのに。だから今休憩時間だろうがよお前。休憩時間も何もねえだろお前。ホワイト企業なんだろうがよ、兄弟はよ。なんだって。夢にはホワイト企業なんだよ。いや俺らほどブラックな企業ねえよお前。いや休憩するって言えよ。じゃあお前は10分だけコミに行くって言って言ったよな。今もう下にいるから今行く。待ってるね。じゃあ三脚立ってて。どうぞ。ニアルズオドメラーケってメラーク。どうぞメラーケってメタクシマルタマアビブルダースデスヨーバックアビセリシグヨーブルダバック。タマモドンパディベクトルムギャン。お前怖いんだろ、家一人がキモ。怖くねえわ。はぁ、あ、怖いんだかお前。大丈夫だよ、セキュリティいいマンションなんだから。もう切るね。はい、じゃあね。無事っていうのはもう確認取れたんで、じゃあね。無事確認いらねえわ。はい、生存確認でした。はい、じゃあね。はい、じゃあねじゃない、早く来い。だから今下でエレベーター乗るから待っててね。あと3分でお前をボコボコにしに行くよ。何？いや100階に住んでんじゃないんだからお前、なんで3分もかかんねえ。エレベーターからエレベーター来るの2分、上がるまで30秒、玄関入るまで30秒、計何分、3分ぐらいできるよな。3分だろ。じゃあエムレ、俺お風呂入ってるね。はい、じゃあお風呂入ってる先に。はい、今もう乗るから入れた。はい、じゃあね。はい、じゃあね。おーい、バイバイキン。あんまり時間がないので打ち合わせは後回しにして、早速僕はお風呂に入ってこようと思います。それでは皆さん、兄をビビらせていきますよ。最近めっちゃ太ったんだよな。マジでめっちゃ太った。こう見えると俺もシックスパックあったんだよ。さよなら。帰ったぞ。何？帰った。あ、お帰り。一旦ね、ちょっと15分くらいお風呂入りましょうか。
エムレ、水持ってきてくんね。え、水水なの？めっちゃ喉渇いた。さあさあ、そのさ、入るからだろ、早く出ろ。のぼせたかも。夏だぞ、お前今。お湯見してみろ、それどんぐらい熱い。42度。貸してごらん、見てに。熱いって、お前バカ。ちょっと冷たい水持ってきて、マジやべえ。俺冬場でもこんな暖かい水出さないよ。お前もっと冷たく入れよ。いや、冷たいのは冷たいの、なんか嫌なんだよ。熱中症になるよ、マジ。水一杯お願い。倒れるぞ、お前。お願い。はい、ありがとう。キンキンに冷えたウォーチャー、ありがとう。残りは後で飲むよ。え、ありがとう。置いとけそこに。何、一時うるせえな、お前。かまちょかよ。ありがとう。はい、冷やしとく。うん、冷蔵庫入れといて。オッケー。ああ、映ってないんだけど、まあ、ここが映ってればよくね。お前、キモいな、お前。俺の任務乗ってみろ。何でさ、裏切れ、こういうのお客さん、よろしくです。お前、30分もお風呂入って、熱いで倒れちゃうとか言いながら、俺から水もらって、で、俺が水出した時に吐く。まあ、それはびっくりするな、でも信じてええやってなるんでしょ。まあ。いや、まあ、普通に信じた。いや、本当に危ない、こういうのやろう。だって、夏ってこれ、冗談じゃないから。えねっ。はい、お前。マジで、えねっ。マジで、やっぱ、やっぱ、やっぱ。演技じゃない。演技じゃない、それは演技じゃないもんな、カメラ止まってるからな。あ、ま、エリスヤンマ、ヤンマ、エリスヤンマ。え、いや、お前倒れるならこっちに倒れる。立ったまま倒れるやつどこにいんだよ。エリス、エリス、なんか流れてるよ。え、エリス、カメラ回ってるからやめてくんね。おい、俺のこと一人置いてくなよな。エリス、エリス、俺のこと置いてくな。カメラ回ってるって。カメラ回ってる、回ってるよ、きっと。お前バカ、おい、弟が先に旅立ったことみんなにバレたじゃねえだろ。何だっけ、やめろ、もう今更お前そういう演技だって意味ないんだって。俺何以上か早くてカメラぶっ壊そうぜ。カメラの方にお前向かって引けよ、これ。お前、あ、そっか、ここに吐けばいいのか。さようでございます。あ、お前どこ見てんだよ、上だよ、上。あ、こっちか。せーはい、入っていこうか。何炎上でショータイム。お前これ、お前これ、何炎上だよ。毒炎上だよ。毒炎上だよ。